おや？マップに、マップというか、街に出たらいきなり、イベントが始まった。シノンがいる。おっと、あそこにいるのはもしかして、もしかして、もしかすると、やっぱり、名前何だったっけ？あかん、存在が薄すぎて、わからない。何だったっけ？なんて名前だったっけ？わからん。浅田さん、浅田さん、浅田さんって言ってた人だ。誰かと話をしているみたいね。邪魔しちゃ悪いんじゃない？リヒターだ、リヒター。だけどあんまり楽しくなさそうです。気になるからこうですよ。いや、そうです。直球すぎですよ。直球すぎ。効率のいいクエストを見つけたんだ。あれ？これから一緒に行かない？シュピーゲルだった。リヒターって誰だ？俺は何を言ってるんだ？ごめん。ちょっと約束があるの。キリト君と一緒に出かけるんですよ。そうか。じゃあまた今度。浅田さんが都合がいい時に。浅田さんって言うんじゃねえよ、お前アホか。お願いだからシノンと呼んで。リアルの名前を呼ぶのはマナー違反よ。いや、ほんとブロックしても拒否してしまえばいいのに。なんでそんなストーカー野郎と一緒に会話してるんだ。ごめん、つい。でも僕はシノンに新川くんって呼ばれたら嬉しい。気持ち悪いな。ストーカーはこれだから嫌だ。ほんと男も女もストーカーというものは気持ち悪いよ。ほんと個人情報を漏らすのはまずいよ。そうだ、誰に聞かれるかわからないんだから。そうだそうだそうだね。そういう警戒心が強いところ、ここっぽくていいな。あ、逆にね、ここなんで二度と関わりませんって言おうぜ、シノンさん。私はそんなんじゃない。相変わらず変な課題評価をするのね。はーい。偶然ね。シノン、この人たちは？シノンさん、なんか横乳がすごいな。そして目がすごい綺麗だ、シノンさんの。最近できた友達よ。シノンの友達。なんだこれ。ひどい。こっちにしよう。はじめまして。無視された。僕のアバター名は無視された。シノンとはリアルで長い付き合いの関係なんだ。うわー、うざ。まさか GGO で会うとは思わなかったわ。そんな話全く聞いてなかったもの。シノンをびっくりさせたくてね。え、ストーカーだったの？それに僕は分かっていたから。いつかきっとシノンがここに来るって。やっぱり原作と全然話が違うんだな、これ。むしろ意外だったのは銃のことだよ。 VR 空間なら平気なんてどういう理屈なんだろう。その話はやめて。人に聞かせる話ではないわ。ああ、ごめんごめん。そうか、この人たちは知らないんだね、シノンの。そんな意味深なことをこの人たち知らない人の横で言うんじゃねえよ。じゃあ僕はこれで失礼するよ。またね、シノン。なんでこんな嫌な人とずっと一緒にいるんだろう、シノンさんは。俺なんか出会って5秒で切り捨てるぞ。二度と俺と関わるなって。嫌な人には嫌って言わないとね。話の邪魔をするつもりはなかったんだけど。いやいや、助かったよね、シノンさん。いいの、むしろ助かったわ。シュピーゲルは一応友達なんだけど。いや、もう一応友達っていう言ってる時点で友達だと思ってないから関わるのやめていいと思うけどね。彼は長い付き合いとか言っていたけど、キリトたちとの方がずっと長いから誤解しないでね。そうそう、そうなんだ。話の感じから私たちみたいな幼馴染かと思っちゃった。違うわ。あるゲームもう終わっているんだけど、そこでキリトやアスナ、リーファたちと出会ったの。あ、いや、しかしなんかめっちゃ今回シノンさん優遇されてるな。めっちゃ可愛いやん。使おうかな。彼、シュピーゲルと知り合ったのはそのゲームを終えた後だから。そういえばそうか、こっちは SAO 時代から会ってるもんな。地元の図書館で顔見知りになって何度か話すようになったの。それは多分図書館で顔見知りになった時に関わらない方が良かった人種じゃないかな。でもそれだけよ。リアルでたまにお茶するくらい。最近はこうやってゲームでもたまに話したりするけどね。違うよ、シノンさん。リアルで男女で二人っきりでお茶をしたらそれデートだから。それはやめよう。
それはやめるようにしよう。彼は根は悪い人ではないと思う。いや悪い人だから。だけどどこか変に思い込んでいるところがあるから気をつけて。気をつけてって、友達って言ってるのに気をつけてって。実は GGO に来る前にやっていたオリジンでちょっとトラブルがあったの。おお、ちゃんとオリジンの続きになってるじゃないか。やっぱりいいね、そういうのいいね、すごくいい。ずいぶんキリトたちに助けてもらったわ。今は彼も反省しているって言うから大丈夫だとは思うんだけど、ね、全然大丈夫じゃなかったもんな、オリジンのあの話。そうだ、私これからホームでアスナたちと待ち合わせなの。よかったら一緒に行きましょう。行きましょう、うん、行きましょう。あ、今回シノーさん使おうかな。シノーさん好きじゃないんだけどな、でもいいな、使いたいな。いいわね、途中で美味しいお菓子でも買っていこう。賛成、あったかいお茶でも飲みたいわ。そうだね。どこに行くんだ。あ、なんかまっすぐ走れば何かがある。これか、こやつか。こんにちは、レイちゃん。それと、幸運なニュービーさん。もうそういう名前はやめて。攻略の進み具合はどうかしら。イベントが多すぎて攻略できません。まあまあってところなのです。マスターはまだニュービーなので。レベル20超え、まだ超えてなかったっけ。確かに特別早い進行って様子じゃなさそうね。攻略に求められるのは運より実力だ。いやー、攻略に求められるのは実力より運だよ。レア武器よこせ。あんまりのんびりしてると SBC フリューゲル解放のアップデートに乗り遅れちゃうわね。だったらイベント少なくして会話パートばっかりだよ。多分動画の8割が会話パートなんだけど。レイちゃんも早く全てのパーツを集めて本来の機能を取り戻したいわよね。そうだね。自分のマスターに早く攻略してほしいなんて言いづらいわよね。わかるわ。わかるわ。歌い出すの。でもあなた声違うでしょ。これだけだとただの意地悪になってしまうからアドバイスをあげるわ。お、次どこに行くか教えてくれるのか。アバシスのパーツは残影の荒野以外にもあるわ。あなたはまず各フィールドを開放する必要があるわね。よっしゃ、次のフィールドに行けるぞ。フィールドの開放条件はフィールドボスを倒すこと。わかりやすくって簡単でしょ。ね、簡単でしょじゃねえよ。確かにわかりやすい。だが勝てない。フィールドボスの攻略が簡単ってわけではないわよ。大丈夫、キリト君連れていく。さっきも言ったけど運だけで勝てる相手ではないの。フィールドボスを倒せて初めて脱ニュービーかしら。わかった、キリト君を連れていく。ひとまずはフィギュアって言おうとした。残影の荒野のフィールドボスを倒して次のフィールド、砂に覆われた孤島の解放を目指すといいわ。わかった、キリト君連れていく。それじゃあね、レイちゃん、あなたのマスターと仲良くね。アファフィスはちょっとパーティーから外れてもらって、フィールドボスを倒して新しいフィールドを解放しましょう。キリト君を連れていくぞ。確かにマスターはニュービーですが、マスターの実力なら大丈夫なのです。わかった。ファイト、オーですよ。じゃあその前にパーティーを変えるよ。パーティーは確かフレンド、フレンドリスト、ここだ。ここで、あれ？あ、ここ。どこすんだ？違う。パーティー。よし、消えた。キリト君を、キリト君を入れる。キリト君を入れることで、順番をキリト1番にしよう。キリト君を入れて、リズベットを入れて、フィギュアだいぶ後ろだな。ストレア、あ、そらそらそうか。なんでプレミアをこんな前に言うんだ。まあいいか。このマークなんだ。
あれか。え、わからん。何のマークなんだ。まあいいや。近距離2人になってしまうな。で、どこに行けばいいんです？ここじゃない、ここだ。弾大丈夫かな。あ、一番奥だった。歩いていこうか。確かね、サブクエストまだやってないんだな。衣装を作ろうで、クエストどれだったかな。クリアしないクエスト、あれ、あ、賞金首、これか。この辺が浮遊島のどっかに、浮遊島ってどこだ。トレジャー、あ、浮遊島、ここのどっかにいるのか。で、あっちのクエストは、これはどこかか。ネームドモンスターが倒せる。OK、とりあえず浮遊島に行こう。この辺のどっかに賞金首がいるらしいね。じゃあ倒そう。さすがにね、ちょっと体験版でレベル上げすぎてね、序盤なのにもう20ぐらいあるから、適当にやっても倒せるでしょきっと。サブマシンガン、ヘビマシンガン、遠距離はあれで倒すと、スナイパーライフルで倒すと。エネミー発見。お疲れ様。ネームがエネミーだよ。注意して。撃っちゃう。グレネード撃つ。撃てねえ。想像以上ね。グレネード。想像以上ね。痛いよ。死んでるやん。誰か死んだ。移動する。移動された、撃てへん。移動された撃てない。移動された撃てないぞ。誰かが狙う。いていて。え、誰に撃たれた。俺死んだ。助けて。きっとリズベットが助けてくれる。何してんこいつ。あ、あれか、あいつがいたのか。ありがとう。このボスを倒した後に、こっちの、あれ、その辺のクソマシンガン野郎、てめえ、お前もか。やるな。ずっとリズベットを。これ何、回復？あ、なくなった。あ、ザコモンスターがいっぱい。グッチャ。キリト、ありがとう。やるね。6状態。デバフ入った。アイテム取った。みんな終わった？終わったっぽいな。あれ、魔法の使い方をするんだっけ。ヒーリング、あれ、ヒーリングしてないぞ。あれ、自分をヒールしてくれない、これ。回復してないじゃん。それはちょっと。回復してない気がする。あ、回復、自動で回復するわけじゃないか。マップ。マップどうやって拡大するの？
お、卵。卵もったいない。まあいいや、ショーキング首倒したから。あ、敵対プレイヤーまだいる。そうだな。邪魔。マシンガン、マシンガン。やっつけたよ。いいじゃない。飛べ、リズベット。もっとやれるよ。え、やられちゃったの？いいじゃない。リズベット。大丈夫か。想像以上ね。誰と戦ってんだ？リズベット、ありがとう。行くよ。ほら。何かと戦ってるけど、わからん。出会いすぎるよ。フィリア、遅いよ。ここで使うよ。あ。これから頑張るね。なんか到着したな。無事到着。スナイパーだ。各地警戒。スナイパーどこにいるの？想像以上ね。余裕だったかも。違う。俺はそんなとこ行きたいんじゃない。なんか来た？あ、倒した？で、俺はどこに行けばいいんだ？デバフ入った。ボスの場所がわからん。トレジャーボックスがあるぜ。ネームドはもういっぱい倒した。十分倒した。もういい。ちょっとマップを見よう。マップ。これでいいのか。このまますぐ進めば良さそうだな。あれ？あ、いいのか。さあ、走れー。レベル低く。レベル低く。レベル高くても低い。何かにされた。行動以上ね。やるね。変なアイテム出ないな。あ、いた。やるね。やるじゃない。どこ行った、どこ行った。お、敵が。バフ入った。やるね。どこ？終わった？終わってない。さっき飛んでた。ちょっと遅いなこれ。向きが。倒したかな。よしよしよし、じゃあ行こう。どっちや。ありがとう。見て、こっちに来てる。マシンガンでザフを倒す。とりあえず倒す。これあれだな、グレ、そうそう、グレネードランチャー欲しいな。グレネードランチャー、こういう時のためのグレネードランチャー欲しいな。よし、いいか。準備はいいか。え？あ、敵さんがいる。敵対プレイヤー。敵プレイヤー。当たってない、当たってない。どういうことだ。やばい。キント君をもう近距離に行かせるために俺は撃ち続ける。逃がすな。あ、こいつだったのか。あ、なんか撃ってくれたけど、俺回復したんだ。これでいける。ナイスね。グッド。リズベット、ありがとう。耐えれるわね。リズ、これでいける。あとどこだ？違う。え？こっち？遅いよ。ここで使うよ。何と一緒に？どんな会話をしてるんだ？こっちか。体力回復しない。違う、間違えた。これでヒーリング弾を自分に、もしかして味方に撃つ？あ、これって誰かに撃たんとダメなのか。これをポン。
分からんな、分からんぞ。そしてヒーリング弾がない、こっちのサブマシンガンに。ちょっと回復の方法とか覚えとかんとやばいな。回復役がいないとこれきついな。やっぱり一人ヒート君をどけて回復してもらうか。自分で回復はあんまりしたくない、あんまりしたくないけど回復を入れないときつい。これあと遠くで倒したアイテムも欲しい。普通にお、アイテムある。ダッシュダッシュ。あそこ行くにはこうか。ぴょん。あ、無理だった。行けんぞ。こうか。よし、取った。高級、あ、これか。敵対プレイヤーがいる。まずはこれをして、このブレどうにかなんのか。ブレまくってる。ちょ、眩しい眩しい。ブレすぎだって、ブレすぎだってこれ。このブレどうにかならないの。ブレ起こしてる、起こしてる。これ無理だわ、これ。あかんな、アサルトライフルとスナイパーライフルダメだわ。せめてロケットランチャーぐらいだわ。無理だわ。そうでもしないと無理だわこれ。ありがとう。次も頑張ろうね。次も頑張りたいけど、これちょっときつい。お、ボスかな。到着したな。さあ行くぜ。ダンジョンに行きまーす。